ハリマヤ橋観光バスターミナルは、高知県高知市の中心部にある観光地、ハリマヤ橋に近接した公設の観光バスターミナル。本校ではかつて都電、西部内に位置していた都電バスターミナルについても記述する。高知市、ハリマヤ、町1丁目14番12号に、高知市により、総事業費、約16億円をかけて整備された。 2008年5月1日に供用開始。営業時間は6時から22時まで。観光バス、貸切バスの乗降場、駐車場、6時から22時までに停車する空港、高速バスの停留所として利用されている。ローカル路線バスの停留所としては利用されてなくほぼ、同じところにある八幡通り停留所に停車する。ただし、22時から翌6時までは、 その先のハリマや橋停留所に停車する。土佐電鉄ハリマや橋バスターミナル、ハリマや橋近辺におけるローカル路線のバスターミナルとしては、かつて都電西部が入居していたビルの1階部分に存在し、土佐電気鉄道、並びにその子会社の土佐電ドリームサービスの路線バスが発着していた。また試験的に運行していた裏都巡幹線では、高知県交通も乗り入れていた。 ただし、ハリマや橋を経由するすべてのバスが乗り入れしているわけではない。また、時刻表に乗っていないバスも発車していた臨時便ではない。2002年12月25日の同百貨店の閉店以後もしばらく運用されていたが、2005年11月10日をもって閉鎖された。翌11月11日からターミナルから乗り降りしていた便は、 ハリマや橋近辺のバス停に移動された。これによりハリマや橋止まりのバスが大幅に減った。ありがとうございます。